こんにちは、速稼塾の久保です。今日は FX の相場解説はいたしません。というよりも今年はもう相場解説しても仕方がないかなと思ってるんで、まあ明日明後日するかもしれませんけども、今日のところはね、相場解説を抜きで FX で稼ぐ方法、儲ける方法をちょっと紹介したいと思います。何をするかと言いますと、それはですね、ポイントサイトとかセルフバックの A8 ネットみたいなのを使って、ぜひね、 FX の口座解説と指定された取引をして、報酬をゲットしていただきたいかなと思うんですよ。ここまで私の相場解説を見た方なら、XM 証券はじめね、証券口座を開いて取引することなんてのは、まあ簡単にできると思うんですよね。で、その証券口座を開いて、そして、手続きをする。手続きってのは何かっていうと、例えば1万ロット、1万通貨をやり取りしてくださいみたいな指定があると思うんですよ。そしたら、まあ片張りでも両立てでもいいんで、まあ1万通貨なりなんかね、やり取りをして手続きを済ませてください。そうすると報酬が1万とか2万とか入ってくると思うんですよ。それを10社ぐらいやればすぐにね、新年の元金ができると思いますので、そうやってちょっと軍資金作っていきましょう。まあ新年の元金ができるといってもね、入金されるのは2月とか3月になると思いますけどもね。まあでも今やっとけば本当に2月3月にちょっとした忘れた頃にね、ボーナスが入るって形になりますから、いろんなね、証券口座をセルフバックサイトとかポイントサイトを通じて開いていただいて、そしてですね、そこから口座を一瞬広げて入金して取引して、それが終わって報酬が確定したら、全てのところから資金を引き上げて XM 証券にまたね、入れ直すってことをすればいいんじゃないかなと思います。ちょっと手間かかりますけども、 FX で確実に儲ける方法があるとしたら、 FX の口座開設で報酬が出ますよっていうところを定期的にコンスタントにやることです。私は一社残らずやってます。これもね、ポイントサイトのアンケート1ポイントだろうが2ポイントだろうがやってるんだよってのと同じぐらいに、 FX の証券口座が、証券会社がですね、立ち上がれば立ち上がるほど、そのたんびに私はこうやってポイントを地道に稼いでおります。ということでね、今回は FX をやらないんだけども FX で稼ぐ方法ということでございました。皆さんもね、良い年末年始をお迎えください。その前に今日はクリスマスイブだったかな。それではメリークリスマス。